バンテリンドーム名古屋です。中日ドラゴンズ対読売ジャイアンツ、この試合の模様をお送りいたします。ドラゴンズの先発はエースの大野雄大、対するジャイアンツの先発は右の山崎、以上の両先発。さあ、まもなく試合開始となります。左の大野雄大、マウンドに上がりました。今日は配球にも注目したいと思います。まずは1回の表、トップバッターは萩尾、背番号12、第9球投げました。初球空振り、1球目空振りから投げました、ボール。第3球を投げました、3球目ストライク、追い込んでいます。次は4球目投げました、ボール。第5球投げました、打ちました、ファール。第6球を投げた、ストライク、見逃し三振。バッターは2番門脇、背番号第9、ボール。第2球投げた、アウトローへストライク。第3球を投げた、ストライク。第4球はフォーク、空振り三振、2者連続三振になりました。バッターは3番浅野、第9投げた、低め外角ストライク。1球目ストライクから第2球投げた、ストレート見送ってストライク、簡単にツーストライクと追い込んだ。外角外れてボール。次が4球目投げました、打ちました、セカンドの右、田中ボールを取る、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。大野雄大、今日は上々の立ち上がりです。2回の表、これからジャイアンツの攻撃に入ります。この回のトップバッターは岡本。第9投げました、ストライク。第2球投げました、外角低めいっぱい、ストライク。第3球ボール。次が4球目投げました、流し打ち、アルボール。投げました、ボール。第6球を投げた、打った、内野ゴロ、中田掴んだ、中田そのままベースに入ってアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番坂本、背番号6、第9投げた、打った、三遊間の当たり、高橋ボールを掴んだ、一塁送球アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは6番大城、大城背番号24、第9投げた、ボール。第2球投げた、ストライク。第3球を投げた、まっすぐ見送ってストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。投げました、ボール。次は5球目、外角低め、直球は外れてボール。さあ6球目投げました、ツーシーム、外れてフォアボール。バッターは7番丸、丸背番号8、第9アウトコース低めストライク、初球ストライクから投げました、変化球ストライク、アウトローへ。これで追い込みました、投げました、146キロ直球、空振り三振。大野雄大、見事なピッチングです。2回の表が終わってジャイアンツ無得点で終了です。0対0で迎える2回です。バッターは木下、第9投げました、見送ってストライク。第2球投げた、これはいい当たりだ、左中間大きいぞ、伸びる、入った、入った、ホームラン、先制ホームラン、左中間スタンドへ突き刺さった、ツーシームを完璧に捉えました。ドラゴンズ
1点先制、1対0。素晴らしい一発にチームメイトも祝福。リプレイで先制の場面をご覧いただいています。3回の表、1点を追いかけます。ジャイアンツの攻撃。この回の先頭バッターは吉川。第9。投げた。初球決まってストライク。まずは決めてきました。第2球。投げた。危ない球。第3球を。投げた。低め。ボール。さあ4球目。打ちました。ショート右の当たり。一塁送球。アウト。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターはピッチャー山崎。山崎伊織、背番号19。第9。外れた。ボール。第2球。投げた。ストライク。第3球を投げました。決まった。ストライク。第4球を投げました。低めいっぱい。見逃し三振。低めいっぱいに決まった。打順は1番に帰って萩尾。第9。見送ってストライク。いきなり151キロ。さあ次の投球。投げました。内角低め見送ってストライク。これで追い込みました。投げました。1球外した。ボール。第4球を投げました。ボール。さあ5球目。完全に外れた。ボール。第6球を投げた。アウトコース低めいっぱい。見逃し三振。大野雄大、最後は見逃し三振に仕留めました。3回の表が終わって1対0です。ゲームは中盤4回に入ります。この回のトップバッターは門脇。今日の第1打席はスイングアウト。第9。第2球投げた。2球目ストライク。これで追い込みました。追い込んでから第3球を投げた。アウトロー。ボール。投げた。ストライク。空振り三振。三者連続三振になりました。リプレイをご覧ください。バッターは3番浅野。最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。打ちました。引っ掛けた。村松取った。ショートから一塁送球。アウト。これで2アウト。ランナーありません。バッターは4番岡本。最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。第9。投げた。アウトコース低めいっぱい。ストライク。いきなり151キロ。投げました。打ちました。いい当たり。センターへ。取ってアウト。スリーアウトチェンジ。大野雄大、この回きっちりと3人で抑えています。4回の表が終わって1対0です。ドラゴンズ追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー1塁2塁という場面で木下。投げました。インロー見送ってストライク。投球これから2球目。引っ張った。ファルボー。第3球は打った。引っ張った。これは左に切れていきます。第4球を投げました。打ちました。ターゲッツーになるか。ショートから2塁送球。セカンドホースアウト。アウト。ゲッツー。スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。4回の裏が終わりまして2対0。ドラゴンズリードを2点としています。5回の表、2点を追いかけます。ジャイアンツの攻撃。先頭バッターは坂本。最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。第9。投球これから2球目。インコース低めいっぱい。ストライク。これで追い込みました。投げました。1球外してボール。投げました。打ちました。ファール。第5球投げた。打ちました。あっと引っ掛けた。一塁へ送る。アウト。これでワンアウト。ランナーはありません。左バッターボックスは6番大城。最初のバッターボックスはフォアボール。第9。投げた。初球を打ちました。ライト前ヒット。大城、いいバッティングを見せました。左バッターボックスは7番丸。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。第9。アウトコース低め。外れてボール。第2球投げた。打った。中田交代。
サードグラウンドで取りました。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。バッターは8番吉川。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投げた、見送ってストライク、打った、流し打ち、ファウルボール。第3球を投げました、1つ外したボール。第4球はボール、インローへ。さあ5球目、流し打ち、どうだ、高橋ボールを取る、サードから1塁送球、アウト、3アウトチェンジ。ジャイアンツファーストランナー残塁。5回の表が終わって2対0です。ゲームはこれから後半6回に入ります。先頭バッターピッチャー山崎、第1球直球見送ってストライク、1球目ストライクから。第2球投げました、アウトローへ、ストライク、追い込んで投げました、外側いっぱい、見逃し三振。大野雄大、見事なピッチングです。打順のトップに帰って萩尾、ここまで2三振といいところがありません。投げました、初球ストライクから。第2球投げました、ボール。第3球はストレートはボール。さあ4球目、4球目空振り、追い込んでから。第5球投げた、ボール。第6球を投げた、146キロ直球、空振り三振、2者連続三振。バッターは2番門脇、ここまで2打席連続三振、これはかすった形になりました。投球これから2球目、外角低め、外れてボール。第3球インコース低め、ストライク、追い込んでいます。次が4球目、投げた、アウトロー、フォークは外れてボール。第5球投げた、危ない球。さあ6球目、打ちました、ファール。さあ7球目、投げた、打ちました、二遊間ライナー破っていった、センター前のヒットになります。門脇ナイスバッティングです。バッターは3番浅野、今日はセカンドゴロとショートゴロ、タッチはセーフ、タッチセーフ。第1球ボール。第2球投げました、打ちました、高橋掴んだ、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。ジャイアンツファーストランナー残塁。6回の表が終わって2対0です。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。この回の先頭バッターは岡本、今日はファーストゴロとセンターライナー。第1球ストレートはストライク、いきなり151キロ。第2球打った、飛びつく、あっと取れない、岡本いいバッティングを見せました。右のバッターボックスは5番坂本、今日はサードゴロとピッチャーゴロ。第1球ボール。第2球インコース低め空振り、少し迷ったか。第3球を投げました、ツーシームはボール。第4球を投げました、直球ストライク、アウトローへ。第5球投げました、おっと自打球、投げました、内角ボール球打った、ヒット、中継、坂本ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。先ほどヒットを放っている大城。第1球投げた、外角低め、見送ってストライク、まずは決めてきました。投げた、高速スライダー、ボール、アウトコース低め。第3球はボール。第4球を投げた、見送ってボール。第5球投げた、あーっとショーフライになった、取りました、送りバント失敗。これでワンアウト、ランナーは一塁二塁変わりません。ランナー2人を置いて迎えるバッターは丸、今日は三振とファールフライ。第1球投げた、アウトローを見送ってストライク、まずは入れてきました。さあ次の投球投げました、2球目ストライク、これで追い込みました。第3球を投げました、ボール、外角へ。第4球は落ちる球、見逃し三振。バッターは8番吉川、今日はショートゴロとサードゴロ。第1球ストレートはボール。第2球投げました、空振り、タイミング合いません。第3球を投げました、打った、打球は三遊間へ抜けた、レフトバックホーム、吉川いいバッティングを見せました。ドラゴンズなおもピンチが続きます。満塁のピンチで迎えるバッターは長野。第1球投げました、見送ってストライク、まずは決めてきました。第2球投げた、アウトコース低め、ツーシームは外れてボール。第3球を投げた、打ちました、ファウルボール。第4球を投げた、高め、ストレートは外れてボール。次が5球目、投げた、打ったに当たりだ、ジャンプライナー、クリーンヒット。
坂本、三塁回った、中継、まずは同点、もう一人帰るか、バックホーム、間に合うかどうか、ドラゴンズ、ここで逆転を許します。3対2、リプレイで逆転の場面をご覧いただいています。ドラゴンズピッチャーを変えてきました。大野雄大降板、右の勝野、今日2人目のピッチャーとして登板です。どういった立ち上がりを見せるか。バッターはトップに帰って萩尾、今日はここまで3打数ノーヒット、3三振、投げた、打ちました、ファー、打った、これはショート正面、一塁送球、アウト、スリーアウト、チェンジ。7回の表が終わって3対2、ドラゴンズこの回逆。ドラゴンズ追う展開で迎える7回です。ツーアウトランナーなしという場面で木下、投げました、直球決まってストライク、まずは見送りました。第2球、打った、痛烈な当たり、ワンバウンドヒットになった、中継、打ったバッターは2塁へ向かった、ランナー2塁でストップ、木下ツーベース、これで今日は3打数の2安打。さあリプレイです。バッターは8番村松、今日は三振とセカンドフライ、第9、ボール、第2球、インハイ、直球は外れてボール、第3球を投げました、打ちました、ファールボール、次は4球目、投げました、打ちました、いい当たり、入れば逆転だ、ワンバウンドヒットになる、二塁ランナー三塁回ってホームに突っ込む、ドラゴンズゲームを振り出しに戻しました、3対3。今の同点のシーン、リプレイでご覧ください。ドラゴンズピッチャーを交代します。勝野降板、右の松山、今日3番手としてマウンドに上がります。ジャイアンツ打線相手にどういった投球を見せるのか。ジャイアンツこの回は上位打線から始まります。トップバッターは門脇、外角低め、外れてボール、第3球、ツーシーム見送ってストライク、第4球を投げました、落ちるボール、見逃し三振。バッターは3番浅野、今日はここまで3打数ノーヒット、第9投げました、ボール、第2球投げた、カットボール見送ってストライク、第3球を投げた、3球目ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます、投げた、打ちました、ファール、第5球投げた、内角低めいっぱい、見逃し三振。バッターは4番岡本、第9投げた、ストレート決まってストライク、いきなり154キロ、さあ次の投球、投げました、引っ張った、掴んで、これで3アウトになります。松山三者凡退に抑えています。8回の表が終わって3対3です。ドラゴンズピッチャー交代です。松山降板、マウンド上はマルティネス、今日4番手としてマウンドに上がります。今日はどんな投球を見せてくれるのか。さあいよいよ9回に入ります。先頭バッターは坂本、今日はここまで3打数1安打、投げました、外角低めいっぱい、ストライク、縦のスライダー、空振り三振、マルティネスナイスピッチング。バッターは6番大城、第9投げました、ストレート見送ってストライク、いきなり156キロ投げました、サークルチェンジャーボール、外角低め、投球はこれから3球目、打ったん当たりだ、カリステダイレクトでボールを掴んでアウト、ツーアウト。バッターは7番丸、今日4度目のバッターボックス、第9投げた、1球目ストレート空振り、いきなり159キロ、第2球投げた、このボールも空振り、伸びのあるストレート、第3球を投げた、外れたボール、第4球を投げた、見送ってボール、第5球投げた、アウトコースいっぱい、見逃し三振、マルティネス最後は見逃し三振に仕留めました。9回の表が終わって3対3です。同点で迎える9回です。ワンアウトランナー1塁という場面で木下、第9、インハイ際どい球、ボール、投球これから2球目、打った、三遊間抜けた、中継、木下ナイスバッティングです。ドラゴンズサヨナラのチャンスを迎えます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。
ゴンズピッチャーを変えてきました。マルティネス降板、マウンド上ピッチャーは清水、今日5番手としてマウンドに上がります。ジャイアンツ打線相手にどういった投球を見せるのか。ゲームは延長に入ります。トップバッターは吉川、ドラゴンズこのバッターだけは塁に出したくないところ。第2球投げました、ボール。第4球を投げました、打った、抜けた、これはヒットになります。吉川いいバッティングを見せました。さあノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。リプレイをご覧ください。ピンチヒッターは松原に代わりまして、バッター松原、背番号59。まずは一塁牽制、一塁タッチセーフ。もう一回ここで一塁へ牽制球を送ります。再び牽制球を送ります。タッチはセーフ。清水ランナーの動きを警戒しています。第1球重信スタート、これは楽々セーフ、盗塁を許します。先ほどのプレーです。第2球完全に外れた、ボール。第3球を投げました、3球目ストライク。次は4球目投げました、打ちました、センター落下点、センターフライ、飛距離は出ていません、掴みました。三塁はどうか、ドラゴンズなおもピンチが続きます。今日3三振の萩尾、ドラゴンズここは外野フライも避けたい場面、初球を打った、サード強襲、ドラゴンズリードを奪われました。4対3、萩尾タイムリー。さあこれでワンアウトランナー一塁。勝ち越しの場面映像でご覧いただきましょう。ドラゴンズピッチャーを交代します。清水降板、左の斉藤今日6番手としてマウンドに上がります。ジャイアンツ打線相手にどういった投球を見せるのか。バッターは2番門脇、今日5度目のバッターボックス、決まってストライク。まずは入れてきました、投げました、追い込んで投げた、ボール。第4球を投げた、インコース低め、見逃し三振、内角低めいっぱいに決まった。バッターは3番浅野、投げた、外角低め見送ってストライク。まずは決めてきました、1球目ストライクから打ちました、切れていきます、ファール。第3球を投げた、1つ外してボール。次が4球目投げた、ボール。第5球投げました、ストレートはボール。第6球をランナースタート、三振。延長10回の表が終わって4対3、ドラゴンズ1点をリードされています。ドラゴンズ悔しい敗戦です。試合はご覧のようにジャイアンツが勝ちました。勝利投手中川、西武大勢、敗戦投手清水でした。さて本日のヒーローは長野、今日3打点を挙げる活躍を見せました。本当に今日は大活躍でした。